映画いつの、どうも皆さんこんにちは、のりとかです。今日は、ちょっと旅に出ます。旅と言いますか、映像撮影に、青森の方まで行ってきますので、その Vlog を撮っていきたいと思います。ではすぐ撮る、俺をすぐ撮るポルシェポルシェクソだぜ。カメラ持ってて俺が太ってるってだけなんでそれしかおっぷなあぷなあぷな。終了しました。今日はですね、なんで八戸に来たかっていうところなんですけども、あのクールジャパン動画コンテスト2021、こちらに参加したくて、昼間に迎えに来てくれた正代さんっていう先輩、僕のなんかすごい仲いい先輩なんですけど、が、に相談して、十和田湖いいよだったりとか、青森いいよっていうことで、じゃあ青森の紹介を、青森を紹介するできる動画を作ろうと思って、ここまでやってきました。で、明日はね、十和田湖だったりとか、ちょっと自然の絵を撮りたいなと思ってて、今日は、六助さんと呼ばれる、創作居酒屋に、お邪魔させていただいて、さっきの正代さんが、生け花をやってるので、そちらのお花を飾ってるところだったりとか、お店の中だったりとか、そういうところをいろいろ、写真だったり、映像だったりに収めて、そちらも、ね、組み合わせて、動画を作りたいなと思っています。明日はね、結構遠いところまで行くので、今日はゆっくり休んでね、明日に備えていきたいなと思います。それではね、次の日の動画もぜひ楽しみにしていただければなと思います。おはようございます。今日はデイ2になります。今日は十和田湖の方に行ってドローンを飛ばしたりとか、あと自然の風景とかを映像に収めていければなと思ってます。で、今日の天気的には、まぁ、ちょっと、軽く、あれかな、夜に雪が降ったのかな。で、まぁ、寒いと思うので、十分に注意して撮影に行きたいと思います。それでは、行ってきます。十和田湖にやってきました。見てください、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか、この景色。やばい。さっきドローンとかもね、飛ばしてめちゃくちゃいい絵になったと思うんで、それも編集でお見せしたいと思うんで。いや、めちゃくちゃいい撮影になった、本当。めちゃくちゃ綺麗で、ちょうど綺麗に日差しが入って、ちょっと神々しい絵になったりとかしたんで、めちゃくちゃいい絵だったんで、本当にぜひそちらご覧ください。
はい、デイ2終了しました。今日は、十和田湖をメインに、それまでに川だったりとか、渓流とかですね、そちらを撮影したり、滝が凍っててね、すごい綺麗な絵が撮れました。写真もそうだし、映像も、しっかり撮ることができてめちゃくちゃ楽しかったです。でやっぱり十和田湖ですね、ドローン飛ばして、それの映像がすごく綺麗で、ちょうどまあちょっと曇ってたんですけど、ちょうど雲の合間に光が差すような形で、すごい神々しい映像が撮れてめちゃくちゃ楽しかったです。これをね、まとめて、クールジャパンの動画コンテストに応募したいなと思います。で明日は、少し、街撮りですかね、街を軽く撮って、まあその自然と街もあるよって言ったところを合わせて紹介できるような動画を作りたいなと思います。今回の旅、まあ今日が最後の夜になるんですけども、めちゃくちゃ楽しかったです。久々に仲のいい先輩にも会えたりとか、したし、いろんなとこ行けたし、美味しいラーメンも食べれたんで、めちゃくちゃいい、動画撮影かついい旅になりました。それではまたね、明日最後新幹線乗って帰りたいと思うので、また明日お会いしましょう。おはようございます。 Day3、今日帰宅します。今日はですね、そんな撮影の予定はなくて、街中を軽く撮れたらなと思ってるんですけども、まあちょっとプラプラっとして、まあなんていうんですかね、自然との対比みたいな感じで撮れたらなと思っています。今日ね、せっかく最後なんで、まあなんか美味しいご飯でも食べれたらいいなとは思ってます。ほんとね、すげえいい旅になりました。2泊3日といった形になるんですけども、非常に楽しくて、昨日もねいい撮影できたし、少し映像見てもらったかなと思いますが、非常にいい映像が撮れました。これをね、帰って編集して、1分ぐらいにまとめて紹介できればなと思っています。それでは最後の8の日楽しみたいと思います。では青森から帰ってきました。今回の、そうですね、旅の総括的なことを話したいなと思うんですけども、まあ、まずは機材ですね。映像に関してはもうこのメイン機である EOS C70 を使いました。で、Vlog と写真としてこの R5 を使っています。で、Vlog の方のレンズとしては RF の 16mmF2.8 コンパクトな、パンケーキサイズの、レンズを使ってます。でですね、他のレンズとしてはこの RF の 1535 の F2.8 と RF の 2470 の F2.8、まあ、このレンズ、3つのレンズで今回の旅はいろいろと撮ったり、写真撮ったり映像撮ったりといった形にしました。 C70 がスーパー 35mm なので、この1535だとまあ大体24かな、22ぐらいかなから 50mm みたいな形で、2470みたいな感覚で使えたので、基本的にはこの C70 と RF の1535で映像の方は撮ってます。で、写真とかね、ちょこっと映像の方でも使いましたが、この2470と R5 を使って撮ってたりします。で今回ね、やっぱり自然の描写が多かったりするので、この描写力が高い RF レンズを持ってったっていう形です。他にね、SIGMA のレンズとかもあったりするんですけど、今回はまあ描写力を求めてたので、この RF レンズを使いました。はい、いい旅になって、非常に、楽しく撮影ができたり、美味しいものも食べれたり、Vlog も撮れたりといった形で非常に楽しかったです。このタイミングではもう、クールジャパン動画コンテスト用の映像ができているので、この Vlog と同時にアップしていると思うので、どちらもぜひぜひ、ご覧いただければなと思います。まあ、こうやってね、まあ、このコロナ禍になりますが、ちゃんと、衛生的なところを気をつけて、旅ができて非常に楽しかったですし、まあ、今後もこういった、撮影としてどこかに行けたらなと思います。非常に楽しかったので、今後もこういった、活動撮影を続けていければなと思っています。それでは。
今回の動画は以上となります。チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。他何かありましたらコメント欄にもぜひコメントお願いいたします。あと SNS、インスタグラム、ツイッターとノリヒトガーでやってますので、そちらもぜひご登録フォローお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See ya!